3つ目が問題、3つ目がその大手前の区画整理事業と再開発、この2つのことを私なりの意見で、これは反対ではありません、規模を考えという話であります。そして計画通りにここに2億8500万円をかけてやるのか、歴史老館を規模を考えんで13億でやるのか、今の規模で25店舗マンション14部屋そういうような計画をするようであれば、今以上に徹底した行財政改革対策をしてという話であります。職員が、給食を作る人が年間850万円の所得があるようなことで、今の市の職員の若い人はいいと思います。ところが700万円を超すような職員が相当おります。その人たちがどの程度の仕事をしているのか、市の職員を日本全国で働かせたら日本の国は滅びてしまいます。給料がなさいし、市の職員は給料がな働いとらんと。またこの中では3月31日に佐伯市の自治委員会から議会に対して、次の選挙は24人以下にしないかというような要望書が出ております。もちろん佐伯市議会の方もそれに先立って、議会改革特別調査特別委員会が12月までには勉強して数を出そうやということにはなっておりますが、議員の定数、職員の数か給料を減らして、少しでも税金を高くならんようにしたらという話が今日の取材であります。名古屋の河村市長さんのように、分かりがいいと自分の給料も下げる、議員も減らす、そういう方がおられればいいのです。市民の負担を少しでも減らそうというような考え方ならいいのですが、佐伯市は合併して以来、本当の町づくりというのが議員の中の一人の私には見えません。今度の事業を強行した後は必ず文化会館の話になります。今の文化会館は毛利家から来年の3月まで借りております。その後は短期間で契約するような話でありますが、現在年間1100万余り払っとる。市の方は600万ぐらいで短期間借りてらしいんですが、相手は600万じゃ返事をせんと、それと10年ぐらいの長期契約を望んどるということが予算委員会の中で交わされました。必ず今度文化会館は今の土地には建てられませんから、次にはまた佐伯市は文化会館を作る土地を探さなければいけないようになる。広い土地がないから警察は向こうに行った。今度の26年度までに中心市街地活性化基本計画が認められて、今度の事業をやって終わったら、次は文化会館やーいということになって、50億なり60億の事業をしないということになります。本当の町づくりというのは考えておられるのかどうか、そういうことも申し述べたいと思います。だから財政を考え、今ある施設を最大限活用すること、そして新しい土地、建物の購入は絶対最小限にすることというのが私の提案であります。次、本日の施政報告の1番目、城下町観光交流館整備事業、これは前回も言っております。
私がこの間言ったのは、これ変えてくれませんか。ここにある旧伝え旅館、これまだ佐伯市が買うたわけではないですから、あまり個人名を出すわけいかんのですが、もう具体的にこういうふうになっておりますので、ここの件も言います。私はここに2億、ここの土地600坪あります。予算は土地が30万で1億8000万、あくまで予算ですが、それと昭和の面影を残す旅館の風情があるというので、そこを改装したり庭を手入れするのに1億円、調査費が500万円で2億8500万円ということで、当初私どものところに出てきております。かなり広い土地です。私は ここを新たに購入するぐらいなら、この道路とこの山際の方と、ごめんなさい、この山際の方が第一種景観保存地域です。そしてここと角上のここのところが第二種景観地域です。こっちも第二種です。こちら側に観光交流館をするぐらいなら、ここを利用すればいいという。ここを佐伯市は平成の初めに土地開発公社に買わしております。その前、毛利家が池江古社なんじゃにあったその遺品、歴史資料になるものです。それを向こうに持って帰った大事にせんからと。それでその時の市長が交渉に行って、ここの土地を土地開発公社に買わしたわけです。で、佐伯市に資料は、歴史資料は戻ってきました。今文化会館じゃ、学びじゃ、そういうところに直しとるそうです。そして平成の16年にここの位置づけを言うとります。歴史資料館にするつもりだったけども、山の近くで湿気がある、狭いので、歴史資料館は三の丸の下に、そしてここは観光交流センターとして活用するというのが、平成16年に一つの意思として市長協議で文書にはなっております。次に出ると思いますが、私はここを活用すれば、今日も行ってきましたが、ここに行ってきましたが、ここにとにかく公衆トイレのいいのつ、そして横岩を作りさえすれば、ここの役目は十分果たせる。2億8500万つこうてたんでも、ここなら土地は佐伯市のものですから、ここに東屋風の建物を、横岩を作れば土間でいいと思うんです。十分役に立つと思います。それが私はこの間も言うてきたことですが、何遍言うたって、その三月議会でも部長がうんた言わん。それでここにさ、城下町観光交流館も作ったら、なんぼの人間が立ち寄るんかって聞いたんです。年間2万5450人ここに来るそうです。2万5450人、これは一般質問ですから、あのテープも残っております、議事録にも残っております。2万5450人来る。それで後で、よいそげ来るんかって言うたら、あの基本計画に載っております。1年に2万5450人な、1年な、ほて後で数字は出しますが、先に聞いてください。この前に国木田独歩館があります。ここは去年の4月29日からの1週間に237日かけてません。ゴールデンウィークの時に来とりません。それからここにあの歴史資料館を作る予定なんですが、一般質問、
他の議員が二度尋ねております。どのくらいの来館者があるのかと、年間1万2千人から1万5千人と答えております。1万2千人から1万5千人、この数も私は本当はまだちょっと少ないか、まだ少なくなると思うんですが、おかしいとは思わんでしょうか。ちょっとずらしてくれます、話が先行きよって。これがページ数、私たちが渡されたその基本計画になる、これあれです。ここに目的を書いてます。旧蔦屋旅館を購入して観光の拠点等として整備する、観光の拠点等を整備し、代表、安心して立ち寄り、ニーズに合った情報や物産品などを得られるようにするためにも必要であると書いております。で、ここに25,450人来るというわけ。これが近くの施設の国木田独歩館は平成21年度に6,407人、22年に6,305人、やわらぎ、これはあの鶴屋区にあるあの施設です。ここに6,547人、6,758人、ここはこの間去年のゴールデンウィークに 1人しか混んじゃった日があります。この2つで佐伯市は21年度で1700万円の赤字を出しております。前の年に1400万円の赤字を出しております。こういう施設は利益を求めるものではありませんから、それはあるものは企画なんかもして来訪者が来るようにすればいいんです。ただわざわざ蔦屋旅館のようなものを構えて、歴史旅館でさえの場合もただの旅館の跡地に来るのかどうか、皆さんがちょっと考えてもらえればわかる数です。これが先ほど言った4月29日から1週間、国木田独歩に237人、やわらぎに81人で、同じ時期に旧蒲江が作った道の駅が12,235人、道の駅弥生が16,897人、梅が15,101人です。これは市の方から正式な情報としていただいております。これもそうです。それだけ違うんです。やはりそのよそから来られる方は、この他にほら民間ですが港に丸があります。ただそこも数もある程度お尋ねしたんですが、民間のことですからここで言うのは控えます。あそこがどんだけ入れるかというのは皆さんもご存じの通りだと。だからこういう施設は流行るんです。ただこういうものはあるから大事にしないけんけど、わざわざ作って合うのかどうかという話です。